翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも両平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続きラバーズオープン戦、実はダブルヘッダーでした、アベンジャーズさんとの一戦の様子をお届けいたします。前回はね、勝てなかったので、まあ同日2敗することのないように頑張っていきたいと思います。はい、先頭は柴田さん、初球は空振り、ただいいスイングですね。はい、そして打った、逆方向へ、これがあ、ちょっと伸びましたね。ほとんど落ちるかなと思ったんですけど、ライトフライとなりワンアウト。さあ、2番には引き続き全試合と一緒ですね、超攻撃的に翔平が勝ちます。ただこれがそのボテボテの打球だが、相手のミスを誘い出塁となります。これもね、全力疾走してるから、まあ相手もね、ちょっと焦ったりとかっていうのがあるんですよね。はい、そしてバッターはウリュウさん、これ打った、いい打球、ただこれがレフトフライとなってしまいます。はい、ツーアウトとなりますね。いい打球だったんですけどね。はい、4番の谷中、はい、今年もたくさん当たります。これでまあね、痛いですけれどもチャンスになります。さあ、バッターにはユッキーさん、ベテランの一打でチームを勇気づけることができるのか。打った、キント、金属音が響き渡ります。これがライト前ヒット、翔平が帰ってくる、ベテランの一打で先制です。ナイスバッティング。さあ、6番には楠木くん、3ボール1ストライクとなって、はい、しっかりと選んでいく、威圧感ですかね。はい、満塁になりました。さあ、キャプテン神田さん、さあ、どんなバッティングを見せてくれるのか。初球をガツンと、よいしょ、振り抜いた打球は、おお、キャップガッツポーズしてるね。レフトオーバー、はい、まず1人帰ってくる、そして2人目も帰ってきて、ファーストランナー楠木も帰ってくる、そしてキャップで全力疾走、ホームイン、満塁ホームランで初回から大量得点となっております。いやー、ナイスバッティングですね。筋トレパワー出てますね、キャップ。さあ、お次のバッターは谷田、これが変化球ね、合わせに行ってしまって空振り三振となってしまいます。はい、そしてヒロトが今シーズン初先発です。はい、これね、初回にいきなり5点も取ってもらっているので、ヒロト頑張ってもらいたいところ。そしてキャッチャーには楠木くんが入ります。先頭打、これ流し打ち、うまいバッティングですね。これまあ打たれる分にはしょうがないですからね。はい、そしてお次のバッター、これも強い打球、サード北の飛び込むも取れず、すごい打球でしたね。はい、ノーアウトでいきなりピンチですね。ただこれ変化球、カーブかな、カーブなのかスライダーなのか、でもいいボールですね今。はい、そしてこ、クスノキバズーカー、アウト、ツーアウトです。帰ろうとしてました、クスノキくん。はい、これが、はい、ただね、ワインドピッチとなってしまいます。ヒロとね、うん、ちょっと長番が多い気がするんですよね。で、これがレフト前へ落ちる、そしてホームはどうだ、でこれ送球がそれてしまい、タイムリーを浴びて1点を返されてしまいます。ちょっとこの日ストライクボールがはっきりしてたのかな、ヒロト。はい、そしてお次のバッターはセンター下がってキャッチ、まあね、最小失点では抑えられてるのかなと思います。はい、ラガーズの攻撃は9番の北野から、これがちょっと合わせにいっちゃいましたね。スイングが合わせにいってしまい、ショートフライとなってしまいます。さあ、練習試合ということもあり、10番にピッチャーのヒロトが入ります。これ打った、この打球がセンターの横に落ちる。ヒロト今年も春先は好調なのかな。スタンディングダブルとなります。さあ、先頭を帰ります、柴田さん。先ほどはね、逆方向にいい当たりだったんですけども、これライトフライとなってしまいましたが、今回はレフトフライとなってしまいます。柴さん、ちょっとね、今年上げることが多いかなって感じがしますね。
さあ翔平の2打席目、さっきはね、まあ、全力疾走を見せてくれましたが、これがファースト、まぶしくて取れなくても、これセカンドナイスカバーですね。これは相手のセカンドいい動きしましたね。チャンスを生かせず無得点となります。さあヒロトが2イニング目のマウンドへ。いいっすね、変化球。はい、先頭変化球で三振に取っていきます。カーブなのかな、ヒロトカーブでも2種類ぐらいありますからね。はい、そしてこの打球来たのがガッチッと抑えるも、ファースト、これがセーフとなってしまいます。いや、いいプレーだったんですけどね。来たのナイスプレーでしたが、ファースト惜しくもセーフとなってしまいます。はい、そしてこれショートゴロ、ゲッツー取れるか。ただこれがワースはセーフとなります。まあ、でもセカンドで1個取れましたね。はい、そしてこれがレフト前、綺麗なヒットを浴びる。やっぱちょっと甘くなるとね、さすがに持ってかれますね。ナイスバッティングです。はい、そしてこれ相手ランナーすごいですね。全然ボール飛び出してないのに一気に三塁まで飛びます。はい、ただここヒロトがしっかりと落ち着いてキャッチしてファーストアウト。ピンチもね、得点を与えず、いや、いいピッチングでしたね今の回。はい、ラガーズの攻撃は3番のウリュウさんから。先ほどレフトにいい打球を放っておりますが、今回は打った、ただこれちょっと詰まったかな、レフトフライとなってしまいます。いい当たりは飛んでるんですけどね、ちょっとやっぱ当たってないのかな、芯に。はい、そして4番の柳中、先ほどは背中に痛いで飛びを受けていましたが、打った、これが、はい、落ちる、ナイスバッティング。今年もね、やっぱ投打のね、絡みになるのかなと、早く肩直してください。はい、そしてお次のバッターはユッキーさん。はい、金属バットを使いて、ただこれは、はい、センターフライとなってしまいます。さあバッターは6番ロクスの木くん。はい、どんなバッティングは、この強烈スイングなんですけども、高々と上がってセカンドフライとなってしまいます。この回無得点となります。さあヒロト3イニング目のマウンドへ。フラフラっと上がった打球だが、これサード来たのがスライディングキャッチを試みるも取れず、難しい打球でしたね、スピンもかかってて。はい、そしてこれがセンター前に落ちる。またまたね、ノーアウトで緊張を背負います。そしてこれがどうだどうだどうだ、センターフライ、まずはワンアウト。はい、そしてお次のバッター、これはレフト下がるが、ちょっと下がって、ハイキャッチ、ツーアウトです。ちょっと今の打球ヒヤッとしましたね。そして追い込んで、これ打ち取った打球なんですけれども、セカンドがエラーとなって満塁のピンチとなってしまいます。さあでも2アウトです。これちょっと力んだか、ヒロト、もったいないですね。2アウト取ってるんですけれども、はい、これで押し出しで、もったいない失点を与えてしまいます。それでこれ表記がちょっとね、1、2塁になったんですけど、満塁です。はい、これフラフラっと上がった打球をセカンド神田さんが今度はがっちりとキャッチ、まあ、最初失点でね、抑えてますね、ヒロトも。さあ先ほど守備のミスがあって神田さん取り返すことができるのか。先ほどは満塁ホームランでした。これ今度は逆方向へコンパクトのスイングで左中間を抜いていき、そしてセカンドをセーフ、ツーベース、大当たりですね。ツーベースでチャンスとなります。さあバッターは谷田、先ほどはねちょっとスイング合わせてしまって三振となってしまいましたが、これセカンド送球牽制ちょっとそれちゃってる間にキャプテン一気に三塁へ。はい、ノーアウトランナー三塁になりましたね。さあ外野フライでも1点の場面、どんなバッティングを見せてくれるのか。これが外野に上がって、ただちょっと浅いか、もうちょっと飛ばしてたら犠牲フライだったかなといったところですね。はい、そしてバッターは北野。まだ、ね、まだチャンスは変わらないですからね、ぜひ1点取っておきたいところ。じわじわと攻められているので1点が欲しい。ただこれ外の変化球を振ってしまい三振となってしまいます。はい、お次のバッターヒロト、さっきはね
間に落とすツーベースでしたが、今回も泥臭くいけるのか。ただこれはショートゴロとなってしまい、この回無得点となってしまいます。ノーアウト三塁だったので、ぜひともちょっと1点欲しかったですね。はい、この回からマウンドにはウリュウさんが上がります。先頭これおっと追いついていたが、センター柴田さんが落球してしまいます。ちょっとね、目線ぶれちゃったかなって感じですね。はい、そしてこれがセカンドゴロ、セカンドは諦めてファーストアウト、まずワンアウトです。はい、さあただピンチですよ。これがちょっとね、どこ当たったかな、ベースに当たったのかな、ワイルドピッチとなってしまい、一気に三塁へ。はい、これもワイルドピッチ、これただね、テンポで裏狭いのにサードランナーよく帰ってきましたね。はい、1点を返されて2点差となってしまいます。そしてこちらバッターフォアボールで出塁させてしまいます。はい、これもねちょっと小判でワイルドピッチでランナー二塁となってしまいます。ちょっとこの日はブルーさん珍しく小判が多かったのかな。はい、お次のバッター、これがライト前へポトンと落とされてしまう。はい、そして三塁のピンチですよ。ただこれヒロとちょっと早急一直線のホームに一直線に変えてほしかったですね。はい、そしてここもまたちょっとね小判となってしまって、三塁ランナーは帰ってこなかったんですけども、一塁ランナーが進塁してしまい、これでゲッツーになってしまいましたね。下手したらワンヒットで同点となってしまいますが、ここ谷がよく掴みましたね。すごい打球だったんですけども、谷がナイス反応です。ツーアウト。はい、そしてこの打球サード来たの、いい声ですね。はい、ガチンと取ってまで同点は許さずといったところです。さあ、だんだんじわじわと追い詰められているラガーズ、ここで話しておきたいところ、先頭柴田さんが出塁です。ナイスバッティング、いいですね。そして、まあ、ここまでちょっとね当たっていない翔平、ここで一発見せることができるのか。じゃあ長く持ちます。はい、いいスイングですね。ただいいスイングなんだけれども、三振となってしまいます。ちょっとこの日は当たってないのかな。そして続くバッターはウルーさん、さあ陣をすることができるか。ここで柴田さんがスチール、盗塁成功。はい、チャンスですよ。ここでねワンヒットでうまくいけばさらに追加点ですからね。ちょっと2点差だとあれなのが持っていってほしいところ。ここをバッテリーミスの間に柴田さんは三塁へ進塁。これね、叩きつけた打球でも帰ってこれますからね。これで1点追加することができます。はい、打った。この打球がレフトの頭を越えていく。はい、三塁ランナー柴田さんは打球落ちたのを確認してホームイン、自らを援護するタイムリーとなります。ナイスバッティング。さあ、バッターは柳中。はい、これがセンターフライとなり、セカンドランナーウリュウさんがスタート、サードセーフ。これいい判断でしたね。センターフライなんでちょっとサード行きづらいかなってところではあるんですが、ナイス走塁でした。さあ、バッターはユッキーさん。すみません、これ先ほどセンターアンダーってなってるんですけど、先ほどアウトでした、ね。はい、そしてこちらは、はい、難しいところ打って落としていきましたね。しぶとく落としてタイムリー。当たってますね。当たってる時ってね、打ち損じた打球もねうまいとこ落ちてヒットになりますからね。はい、そして楠木君は2つ目のフォアボール。そして代打には西澤さんが入ります。チーム最年長。はい、不思議ですね。しっかりと選んでいく。初回以来の満塁のチャンス。さあ、谷田打つことはできるか。打った。これいい打球なんですけども、サードボディで止めてサードゴロとなってしまいます。ただね、この回1点を追加することに成功しております。はい、この回もマウンドはウリュウさんが上がります。先頭これが、はい、センターゆっくりとキャッチ、まずはワンアウトです。はい、そしてお次のバッター、
はい、いやー、これはいいバッティングですね。レフト線へ運ばれて、そして二塁はどうだ、セーフ。いや、これはピンチのナイスバッティングでしたね。鋭い打球でした。はい、またもピンチになってしまいます。これフラフラっと上がった打球が、はい、ライトフライとなりツーアウト。ただタッチアップしてますね。一気にサードまで行っております。ツーアウト、ランナー三塁のピンチ、打った。これどうだ、飛び込むも取れず、これがタイムリーとなって1点を返されてしまいます。セカンドもセーフ。ガッツあふれるプレーだったんですけどね、惜しかったですね。さあ、なおもピンチ。ここでまた、はい、ワイルドピッチとなってしまいます。またまたランナーが三塁へ進塁となってしまいます。さあ、なるべくもうこれ以上失点はしたくないところ。はい、ただね、また1点を追加されてしまいます。はい、ただこれがファーストゴロ、うまい連携ですよね。まあ、これ以上のね、最小失点ってわけではないですけども、リードした状態でチェンジとなっております。さあ、バッターは北野から。ただこれがピッチャーフライとなってしまい、ワンアウトです。さあ、10番のヒロト、2本ぐらいね、ヒット欲しいですね。はい、ただしっかりと選びました。フォアボール、ワンアウトから出塁となります。さあ、バッターには柴田さん。これが上げてしまう、高めのボールで手出してしまいましたね。ツーアウトとなってしまいます。さあ、翔平1本欲しいですね。前の試合ではいい当たりが出てたので、というところでこの当たり、完璧に捉えた打球は左中間を破っていく。さあ、一塁ランナーヒロトがホームへ帰ってくる。はい、タイムリーとなります。そしてペッパーミル、ナイスバッティングです。さあ、バッターには3番今年はウルーさん。ただこれがサードゴロとなってしまい、はい、スリーアウト。ただね、翔平のタイムリーでこの回1点を追加しております。そしてダブルヘッダー、1試合目も投げた谷田がこの回もマウンドへ。いいっすね、ガソリンタンクですね。先頭をワンアウト打ち取りました。ワンアウトとなります。さあ、お次のバッター、はい、これ背中に当ててしまいます。谷田もね、ちょっとこの抜け球がちょっと気になりますよね。はい、そしてお次のバッターが、これフラフラっと上がった打球が、はい、落ちてしまいます。ただね、ちょっとここでもうグラウンドの時間というためで終了となります。アベンジャーさん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。